はい、皆さんボンジョルノ、ブリーダーの中島とアシスタントのカエルです。よろしくお願いします。お願いします。日曜日ですよ。知ってますよ。今日日曜日ですよ、カエル君。知ってますよ、ね、ちょうど1週間後に公開されるんですかね、この動画はね。タイトですね。タイトですね。ギリギリなんですよ、いつもね。はい。今日ね、カエル君は日直ですよね。そうです ね、 ね、私はもう見ての通り、この格好を見ての通りですよ。はい、ちょっともう日曜日お肉が日曜日のお父さんですよ、本当。ね、肉感が。ただあれですよ、ブリーダーはね、開発担当してるから。はい。日曜日でもゆっくり休んでらんないですよ。そうですね。あの、気になるじゃないですか。来てましたね、あのブロッコリーの、ブロッコリーの人とかね、いろんな人来てましたよね、今日もね。来てましたね。まあ、来て様子見てまた帰るんだけどね。はい、この時期は早いですから ね、 うん、ね、お松さんなんてこの時期本当一日見ないと大変なことになる、大変なことになるからね。 2,3 センチ伸びるからね。まあ、見て調査しましたけど、うん、まあ、ついでに撮ってるわけです。はい。ついでに分かんない、メインかもしれない。ラディッキをね、はい、前も動画であのご紹介したんですけど、3月の10何日だっけ、16日だっけ、はい、に定食したもので、今も定食後40日ぐらいか、はい、多分経ったものがこちらにありますね。はい、TSGI の099です。はい。TSGI099 は秋作だと50から60日ぐらい。はい。いい。かなり早生な品種ですね。うん。あんまり概要できないんだけど、玉は結構大きく肥大するっていうタイプの、はい、非常に使いやすい品種なんですよね。はい。で、これを春作のその3月の中旬の、はい、まあ、定食でトライしてるわけです。はい。で、まあ、3月の中旬の定食なので、4月中旬、5月中旬ぐらいにはものになるはずなんですよ、計算上はね、うんうんうん、だけどこれがうまくいかないのがやっぱ春作ですよね、うん、で、あのこれ気をつけていただきたいんですけど、これまあ私というか時田市病の書き方としてね、はい、品種の情報を書くときにあれ秋作基準で書いてます、何日っていうのね、うん、あの安定した時の、そうですよね。で、これね、キャベツとかブロッコリーとかと違うのは、うん、まだその周年栽培とかが確立できるほどの品種改良も進んでないし、うん、基本的な作型はもう秋作一発なんですよと、うん、で、もちろんでもそれじゃあ食べたいって待ってくださるお客様に迷惑かけちゃうんで、はい、春作もやりましょう、夏作もやりましょう、なんなら暖かいとこ行って冬作もやりましょうっていろんなことやるんですけど、はい、そうすると栽培条件違うから、うん、我々があのカタログに書いてる定食後何時で取れますよっていうのはずれてきます、うんうんうん、で、この099も同様で、まあ、50、60日ぐらいで秋作はできるんですけど、今日がもう4月の中下旬、うん、でしょ、今日何日なんだ、いや、定食後40日経ってこの状態だから、はい、ちょっと遅いよね。うん、遅いです。うん、特に今年あの夜温が下がるということもあって、いや結構ね、今年はなんか乱高下してますよね。うん、ダメージを受けてたんですが、だいぶ回復してきましたね。はい、初期に霜に当たってますよね。霜にね、これはがっつり当たってるよね。はい、もうダメかと思ってるね。はい。それが一番大きい原因っぽいですよね。そうね。で、これ今の状態なんですけど、はい、葉っぱがこう立ち上がってね、結球が始まりつつあります。はい、これ結球はこうやって始まりつつあって、上がこう閉じてくると、うん、ここからだいたい30から40日ぐらいで収穫に至る。はい。これあの、どのラディッキョも一緒だね。どのラディッキョってどの品種もそうだね。そうですね。奥手の品種も早生の品種も結球始まったらその後まあ30から40日ぐらいかな。うんうん。で仕上がる。まああの、大玉になる品種はもう少しかかるけれども、うん、まあイメージとしては結球始まったら1ヶ月ちょっとっていうイメージで全然問題ないと思うんですよね。はい。で、ってことは、これ今4月の中下旬なので、まあ、5月の中下旬、狙った感じ、狙った感じかなでいくといいんだけどね。逆に言うとね、5月の中下旬取れないって、で6月の声を聞いちゃうと、うん、きついか、まあ、枯れるよね、暑くて、はい、とろけちゃう、うん、だから本当ギリギリだなという感じなんですけども、まあこれがこの後にあるこの株なんかはちょうど結球が始まっていい状態です。はい。で、この株とかね、ちょっとこの株とかね、はい、この株とかね、はい、心配ですね。心配でしょう。これね、こ一番違う、何が違うかというと、この葉っぱなんですよ。この葉っぱね、うん、この葉っぱがこっちの結構うまくいってるやつはほら、はい、ちゃんと元気で大きくなってるんだよね。はい、大きくなってって、大きくなってって結球が始まる。はい、ちっちゃいまんま来ちゃって、うん、まあ結球なんとか始めようとしてるけど、なんかもうすごく苦しんでるっていうね、はい、これやっぱ初期生育の違いですね。あの、活着がスムーズにいったかスムーズにいかなかったかっていうところの違い、うん、やっぱりラディッキを春作やられて、はい、すごい揃い悪いよこの品種、種悪いんじゃないの、うん、っていうご指摘も受けることがあるんだけど、はい、まあもちろんね、キャベツなんかと比べると揃い悪いんですよ、はい、だけど
品種のその種としての揃いの悪さよりも、こうやって活着の具合の違いで、バラ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 してきちゃうっていう方が大きいのね。うんうん、やっぱりね、その何回もこの動画の中でも、動画っていうか、あのチャンネルでも言ってるけど、はい、苗の育苗ね、うんうん、で、その後の定食直後の管理、はい。ここでもバラバラになるか、ビシッと揃うかっていうのが決まってくるので、うんうん、まあ今これはあの、関東平場での一番、春作の一番遅い口、一番最後の口ね、かつ、はい、トンネルもマルチも何にもせずに植えただけっていうね、うんうん、一番粗放な栽培をしてるんですよね、うんうん、だこの栽培でうまく揃ってできてくれば、まあ技術のある方だったらね、うん、できるでしょうという試験をここでやってるんだけど、まあ、この試験でこれぐらいのばらつきで止まってるから、まあ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 、この品種099はそこそこいけんじゃないのっていう感じはするけどね、はい、もう少し丁寧にやればね、はい、もっと綺麗に揃うということで、そうですね、ただまああの粗放栽培なのでこうやって草も生えてるし、はい、ダメージも結構受けてるので、はい、心配ですね、はい、これカエル君薬剤散布はやったんですか？やりました。1回だけ？1回2回ですね。です、初期あの植えて根がくっついてこう動き出したタイミングと、うん、葉っぱが今立ってきてますんで、このタイミングで直前にね、はい、殺菌剤打ってます。そうだよね、殺菌剤銅剤打ったから、はい、はい、東西を、そう、予防予防です。こうやってね、結球が始まってきて、こう中葉っぱがくるっと丸まって閉じ始めると、はい、この中ってのはもう殺菌剤届かなくなるので、うんうん、まあ、このタイミングだよね、この一個手前のタイミングとかで中にしっかり殺菌剤を入れてやっとくっていうのはすごく重要ですね、はいはい、じゃあまあ病気も出ないかね、祈りますだここでその殺菌剤入れてないときついよね、うん、この後ってのはね、うん、最低限この立ち上がったタイミングは、うん、入れておきたいですね。やっときたいよね。しかもこれから梅雨に入りますし、そう、今日も多分もうこれあと1時間もしたら降るんじゃないですか。降りますね。ね、昨日も降ってたし、うん、降りすぎじゃない、ちょっと変な雨の降り方ですね。ね、熱帯みたいな。まあまあざっと降るしね。はい、で温度をね、この格好見て分かる通り結構高い。昨日は真夏日に近かったよね、28度くらいまで行ったでしょ。はい、まあ、ここの研究農場も30度だよね、あんなのね、はい、天気予報28度って言ったらここ30度超えてるよね。はい、今日これ20度ぐらい22、3度ありましたね。一番菌が増える温度帯なんだよね、これがね、はいはい、でこれで雨もらってマイルドな温度で、蒸し込まれるみたいなことになると、はい、一気にまだね、はい、病気が出ると思うので、はい、このタイミングでの殺菌剤ね、これ他の作物もそうなんですけど、はい、春作定食して、まあ、ブロッコリーとかキャベツなんかもこれぐらいの大きさになってるもの結構あると思うんですよね、うん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 、皆さんの畑で、でまあ、農薬使われない方はしょうがないですけど、農薬使う方に関してはここのタイミングで一発やっとくね、雨の合間を縫ってやっとく、うん、でちょうどこちらね、そっちちょっとちらっと映してみ、あれ田植え始まりました。昨日やってるよねこれね。今日やってましたよね、田植えいよいよ始まりましたね、はい、田植えが始まるタイミング、まあ地域によっていろいろあるけれども、うん、田植えって当然だけど水がない時ではやれないんだよね、うん、雨がしっかり降るようになったタイミングで田植えってやるんだけど、うん、各地域この田植えが始まるタイミングなんかは雨が降り出しますよっていう合図って考えても問題ないと思うので、つい先週穀雨でしたよね。穀雨だったよね、はい、あれを合図に皆さん田植えやられるんだけど、うん、殺菌剤のタイミングだよね、私銅剤ねおすすめだけど、はい、ああいうのをわーっとかけて一発かけとくことで、はい、この後の6月の収穫っていうのが、5月末6月の収穫っていうのが成功、はいの確率が上がると、はい、いうことですよ、はい、こう埼玉県北部はね早場米というかね、全国的にも早いと思いますよ。早いよねここね、はい、県内でも一番早いです。ゴールデンウィークにはだって田植え終わるもんね、はい、でお盆に買ってるもんね。お盆には終わってますね。そうだよね、まあ、でもこういう地域も、はい、あるんじゃない、県内に1箇所ぐらいじゃないですか、私もわからないですが。あ、本当？はい、まあまあそうだよね、田植えのタイミングでとかいうのはちょっと違うのかな、うん、ここに住んでるとこれ合図になるんだけどね、うん、まあでも濃くあの、うん、雨が降り出しますよっていう暦の日を過ぎればね、はい、殺菌剤を一発やっとくというのはとても重要ですね、はい、でどうですかこれ、うまくいきますかね。祈りますよだからああ見てこれ何ですか、何ですか、何だと思いますか。わかりません。え、わかりませんか。これわかりません。これちょっと我々にとってはありがたい虫ですよ。本当にわかんない。これあれだね。気持ち悪くないよ。あ、まだこれサナギになったばっかだ。テントウムシ。ああ、違うよ。正解正解。テントウムシ。こんな色なんですか最初。うん。これまだだってあのサナギになったばっかだからちょっと柔らかいね。微妙に背中に7星があるんだよね。オレンジ色ですよ。ね。
テントウムシの幼虫がサナギになってますね。アブラムシいたんじゃないですかってことは。いないですよ。いたんじゃないですか。いないです。アブラムシ食いないです。飛んできただけです。飛んできただけですか。農薬を撒いた直後なのにね。ん、まあ、強い農薬使ってないからこんなもんかもね。そうですね。なんだ、澱粉液剤とかですからね。うんうん、少しね、これ試験の概要なんですけど、今ここの目の前にあるのが099ね、はい、TSGI の099、はい、そこから後ろ TSGI の1704というね、新しい品種植えてあるんですよね、はい、この2つが、まあ、早生のタイプでこれから先トキタシ病のラディッキオの中心になっていくかなという新しい品種なんですけど、はい、まあ、099の方が早生でもう実績もあります。いろんなとこで試験もしました。外部試作もやってみんないいねって言ってくれる品種ですね。1704は、まあ、この099よりは少し奥手なん、ちょっと遅いんだけど、70日前後ぐらいかな、転職後ね。中手、うん、って感じ、中手、中早生みたいな感じかな、うん、010に比べてちょっと早生、うんうん、でこの品種の使い方としては結構ね、寒さ低温に強いので、本当秋作の方が1704はいいかなと思ってんだよね。春作は099、秋作は1704、うんうん、で暑さにどれぐらい耐えれるかってとこがポイントだから、うん、今これ今回の試験でよく見ないとね、1704後半どうなるか。ただ概要の出来具合とか活着のスピードを考えると1704も全然099と遜色なんとこないので、うんうん、スタートダッシュが早いタイプ。スタートダッシュ早いよね、はい、で後半も頑張れるってなればね、いいんだけど、はい、いいですね。暑さどこまで耐えられるかというところですね。生育が早い分なんか病気とかに弱そうですよね。柔らかく育っちゃうから、うんうん、そう ね, だね、はい、というわけでラディッキオの中間報告でございました、はいはい、この後ねちょっと隣にはい、エンダイブがあるんで、はい、ちょっとエンダイブも説明しましょうかね。次回、これ次回ですね。ゴールデンウィーク中になるんでしょうか。はい、はい、というわけで今日はここまでにしようと思います、はい、また次回の動画も楽しみにしてください。はい、チャオチャオチャオ、はい。